充電器は二次電池を充電するために使用する機器。化学電池のうち使用後に外部から電力を供給することによって逆反応を起こし使用する前の状態に復帰することが可能なものを二次電池と呼び、この操作を二次電池の充電と呼び、その充電をするための装置のこと。二次電池の種類ごとに異なった充電器がある。その構造は様々で、 シンプルな例では、例えば自動車のバッテリー用の充電器は、基本的には、変圧器と整流器と電流計だけで成り立っているものもある。リチウム用二次電池用の充電器は、商用電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置と電池の充電を制御する充電制御回路からなる。自動車のバッテリーは、12V のタイプと2 4トのタイプがあるので、 それぞれ適したものが販売されている。古いオートバイでは6トのバッテリーが使われていたことがあるので、6V をスイッチで選択可能な充電器もある。使用前に取扱説明書を読む必要があり、自動的に充電を停止する回路がついているか、そうでないかを確認する必要がある。リチウムイオン二次電池は過充電に対するマージンが極端に少ないので、 大手メーカーの電子機器類に付属する純正の充電器は大抵は充電制御回路が付いているので自動で充電完了となる。なお、単品で極端に安価で売っているものは充電制御回路が付いていないものがあり、これは要注意であり、規定時間でコンセントから抜かないと火災の原因となる可能性がある。リチウムイオン電池は電子機器ごとにサイズ、 形状が異なるので、基本的には、電子機器に最初から付属する形になっていて、その充電器にはその電子機器の電池だけがはまり、他の電子機器の二次電池の充電には使えない。炭酸型のニッケル水素蓄電池。産業のエネループ電池とエネループ充電器の組み合わせは、繊細な充電制御を行い動作が安定しており、放置しても長期間電圧が保たれる性能が、 飛び抜けて高く消費者からもプロからも評価が高かった。それ以外のメーカーのものは性能はまちまち。数値を明示した充電器比較徹底リポートなど類を熟読して調べないと本当のところは性能がわからない。産業以外では制御の性能がかなり悪い充電器もあるので要注意。比較リポートで高評価のものだけ。 例外的に高評価しても良いという状態。性能の良いエネループを購入したら充電器もエネループ用を選ぶのが順当であり、それ以外のメーカー製のものを選ぶとせっかくの高価なエネループ電池を傷めてしまうことになりかねない。つまり、粗悪品を購入したくないが時間をかけて充電器、比較レポートルをじっくり読む気にもなれないという人は参用。 パナソニックブランドを選ぶという一択になる。なお、セリアなどにて販売されている100円の充電器は充電制御回路なしであり、一定時間でコンセントから抜かないと火災の原因となる可能性がある。を再充電するために、こうした安物の充電制御回路なしの充電器が役立つことがある。ニッケルカドミウム蓄電池などを標準充電する。 物などでは充電制御回路がない場合もあり、このようなものでは充電の終了を、その経過時間などから人間が判断して、充電動作を停止させる必要がある。ありがとうございます。